イリュリア人の居住範囲イリュリア人は古代のバルカン半島西部やイタリア半島沿岸南東部に住んでいた民族である。イリュリア人が住んでいた地域はギリシャやローマの作家たちによりイリュリアとして知られるようになったが、イリュリア人が住んでいた範囲は以前ユーゴスラビアだった地域やアルバニアなどで西はアドリア海、北はドラバ川、東は大モラバ川、南はブヨセ川、 川口までの範囲である。イリュリア人を編集中イリュリア人として、後に知られるようになった人々の歴史の始まりは、おおよそ紀元前千年頃とされている。イリュリア人の起源に関しては、現代の戦士学者には、問題が残されている。戦士学者の総意では、元となるインドヨーロッパ祖語から枝分かれしたのは、鉄器時代以前と考えられている。現在の説では、 イリュリア人の起源はバルカン半島西部に残った太古の物質文化の残存者を基本としているとされるが考古学的に単独でイリュリア人の民族起源の明確な答えを証明するには不十分である。いつ現イリュリア人が異なった集団になったのかも不明確である。イリュリアが古代バルカン諸語として広く現れ出したのは鉄器時代であるが 言語の詳細はいずれも知られておらず、言語を理由にイリューリア人として分類するのは不確実で、以前はイリューリア人として分けられていた部族は現在では、その多くがウェネティとされている。バルカン半島でのイリューリア人起源のモデルとして仮定されているものには、サラエボの考古学者であるアロイズ・ベナツとチョビチが提唱するもので、青銅器時代に、 アドリア海とサバ川の間に居住していた人々がイリュリア化されたという仮説である。この仮説はアルバニア人工古学者も南側のイリュリア人部族に監視提唱や指示をし、クロアチア人歴史家アレクサンダル・スティプチェビッチはリブルニア人を除いて土着のイリュリア人起源に関して最も説得力のあるものと答えている。最初のイリュリア人に関する記述は 紀元前4世紀に古代ギリシャ語で書かれたペリプルスなどであった。記録に残された部族かいくつかの部族が元来のイリュリア人と考えられ、共通のイリュリア人の言語であるイリュリア語で結びついていたと仮定されている。5世紀頃にイリュリア語は耐えてしまったが、その小さな断片はインドヨーロッパ語族系の言葉であることを十分に証明している。しかしながら、 イリュリア人の名称は古代ギリシャ人たちが自分たちの北方近隣に住む人々を言及して使っていたもので、今日この人々の居住範囲や言語、文化的な近質性は不明確である。イタリアに古代住んでいたアピゲス族やダウニ族、メッサーピ族などのいくつかの部族は地理的なイリュリアからイタリア半島に渡ったと考えられている。 イリュリア人の部族たちは自分たちの総称として、イリュリア人と考えておらず、それぞれ自分たちの部族名を使っていた。しかしながら、イリュリア人の名称になったのは、青銅器時代に古代ギリシャ人が最初に接触した、特定の部族の名称とみられるが、言語や習慣が、同じような人々すべてにもイリュリア人の名称が適用されたのが原因である。イリュリア人の名称が、 最後に表された歴史的な記録は7世紀で、東ローマ帝国の以前のローマ帝国の属州であったイリュリクムーチでの守備隊の展開に関するものに言及されている。おそらく、ローマ化されたブラフ人を除いて残っていたすべての部族は中世の過程でスラブ化されたが、現代のアルバニア語はイリュリア南部の方言から派生している可能性もある。ありがとうございます。